岸和田市中央公園は大阪府岸和田市西の内町にある岸和田市立の都市公園である。日本の都市公園100選に選定されている。施設命名権契約により2020年4月1日から愛称を学び中央公園としている。もともと春木競馬場の敷地を競馬廃止とともに岸和田市が買い上げた経緯を持つ。スポーツ広場、テニスコート、 プール、岸和田市総合体育館、フィーエル・ヤッペンの競技場が存在する。フィーエル・ヤッペンの競技場は、日本国内で、唯一の施設。旧岸和田村人場小学校校舎同士で、最初の小学校建築である旧岸和田村人場、小学校校舎が登校園内の、紅葉の谷に復元されている。1903年竣工し、城内小学校、岸城幼稚園。 市役所仮庁舎、公民館、科学教育センターにも使用され、1974年、解体、1983年復元一築。建築面積184.75平方メートル、木造平屋建て、瓦吹き。中央部の玄関から左右に教室を伸ばした、左右対称の形態や教室に、最高目的の大きな窓を持つ外観の衣装が、特徴。 1997年11月5日、国の登録有形文化財となった。ありがとうございました。